もご視聴いただきありがとうございます。今回もいただいた質問にじゃんじゃんお答えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初の質問はこちら、好きな鉄道ってありますか？ミンチカンジさん、ありがとうございますこの質問来た時に、どうしようって困ったふりをしつつも、なんだかにやけてる自分もいたりしたりするんですけど好きっていうか、やっぱり地元の車両は愛着がありますよね。一番お世話になってるのは田園都市線かなあと大井町線、東横線あたりよくお世話になってます。ってことで結果東急ですね。はい続いての質問はこちら、あなたは女なんですか？谷敦さん、ありがとうございます一応女という種類に分類されてるみたいですそうですよね。今こうやって喋ってるのはマッキーだけど、改造動画の制作過程っておっちゃんの手が映ってますからねあーって思ってる方もいらっしゃると思います。はい、これはなぜかと言いますと、マッキーがパテ持ったり塗装したりすると撮影してくれる人がいなくなっちゃうんですよ。なので制作の過程を撮るために、まあですね、動画用にちょっぴりお手伝いをしてくれている人の手が映っているので、何、男女どっちなんて思われたのかもしれませんね。ということでマッキーは女の子ですこうじゃねえか失礼しました。そしてこんな質問もいただきました。一番好きな塗料会社はどこですか？豆腐民の大まわらさんありがとうございます。塗料別にこだわってはいないんですよね。塗れれば何でもいいんですたまたまね、これ使ってますけど、別にね、タミヤでも日本ペイントでもいいんですよただ近所で安く売ってたってことでミスターカラースプレーを使い出して、でなんとなく同じシリーズで使うようになりました。ちなみにこの前模型屋の店長さんに聞いた話だと、タミヤよりなんかね、こっちの方がちょっと速乾性があるみたいです。なのでおそらく今後もこれ使っていくと思います。はい、いきますよ。続いての質問はこちら、レイアウトっていつもどうやって考えてるんですか？東京臨海高速鉄道さん、ありがとうございます。レイアウトでまず走らせたい車両を選びます。でその子がどんなところを走ったらいいのか相性を考えます。例えば山手線だったら環状線の都会っぽい感じとか、機関車だったら単線をメインにシンプルな感じとか、それに合わせてレールを組んでいきながら上下パーツを合わせていくっていう感じですかね。まあやりだすとキリがなくなっちゃうんでね。ちなみにご存知の方もいらっしゃると思いますが、今撮影してるここ6畳間なので、もうね、いつも結構部屋中レイアウトカツカツになるんですよ。だから改造をね、車両を作って走行動画撮るときなんかはもう壁にこうへばりつきながらスマホ片手になんとか頑張ってます。まああれですよ、レイアウトは楽しく組めるのが一番だと思います。はい、そして今回はこんなリクエストもいただいております。制作過程を早送りなしで見てみたいです。ユーフォニウム&あなた18さん、いつもありがとうございます。こちらはやっぱりパテ盛りですかね。なので前々回のニュートレインの時の中間車のパテ盛りの動画を早送りなしでお見せします。 VTR どうぞ。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。最近ねいつも見てますとかチャンネル登録しましたなんてコメントもいただいたりしてもう本当に嬉しい限りです。みんなありがとね、もう本当本当ありがとうございます。今後もどうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。マッキーでした。またね。